さんこんにちは、リュウイデです。前回24式カンガ対極拳の21番转身斑斓锤っていう動作を説明させていただきまして、で今日は22番の如風势必っていう動作を説明させていただきます。如風势必っていう動作は24式の中にも出てますし、42式総合太極拳の中にも出てますが、下半身はちょっと違いますので、上半身は一緒です。はい、じゃあ如風势必の動作を説明させていただきます。まず、左右斑斓锤を終わったところ、正面から見てください。24式は左の手を立ったまんまで肘の外から前に移動させて、手首ぐらいのところについてたらグーから緩めてパーにして、次重心右に変わったら押してもう一回徐々に下から上に出します。はい、もう一回見てください。はい、肘もちょっと曲げて自分の胸の方に向いて下へ。はい、よく見ましたが、両手の感覚、この感覚は肩の感覚と同じぐらい。よく間違ってる方たちはこのぐらい外側と肩になってます。ちょっと狭いという感じですよね。はい、やや広いです。はい、これで如風势必、さっき説明してた42総合太極拳の中にも如風势必という動作がありました。で、その如風势必はまた今度ちゃんと説明するんですけど、下半身は一歩前に移動しましたし、手の動きも多少ちょっと違いますので、ちょっとまた今度興味があれば42の難しいところを区別、24式もあり42もある動作だけどどこが違いますかっていう違うところだけを特別で説明させていただきますので、今日は24式の如風势必の説明です。じゃあ横からもう一回見てください。はい、次後ろから見てください。はい、いかがでしょうか。動作はすごく簡単と思いますが、24式慣れてきた後に42をやるときは、あれなんで24とちょっと違うのとか、名前一緒なのにとか、また、24は感覚だからしっかり感覚太極拳を覚えてた後にちょっと太極拳をアップして42を試してみてください。ご登録よろしくお願いします。